私はシャレ魔女ジン。今日もおしゃれな YouTuber さんの私服をゲットしちゃうよ。すごい、今日のファッションが素晴らしいですね。今日も素敵なファッションで、今日は人参畑の帰りにちょっと私耕してるので、はい、でまあちょっとこう収穫、まあそういう時期なんって感じで、ちょっとジンさんでしたっけ、みつこでも、まあ、ジンジンよしえでも何でも好きな名前で。じゃあジンジンさんは、まあ、よしえで、あ、よしえさん、はい、よしえさん、今日のファッションポイントお願いしていいですか。はい、こちらのなんていう、ベロワ素材、ベロワ、ありがとうございます。ベロワ素材の苔色の、苔色こけたこうターコイズが、なんで、あの、ベロワ素材、はい、苔色のベロワ素材のスカート、そして人参取れました T シャツ、そして中和させるようにこうなんかね、交互しべ、なんか何シールスカートの、スカートを今回は玉からかけさせてもらって、でこちらがですね、2歳児がこう着させていただくようなベイビーヘッド、後ろ見せてもらっていいですか、近くの。でこれはあの逆にかぶってますか、ちなみにね、こういう感じで、私の休日の私服になります。はい、ということで今日はおよしえです。あ、よしえさんに、キャラ設定しっかりしてくれる。よしえかじんじんかじんかどれか、よしえです。わかる。じゃあもうすぐターゲットの方、ね、はい、まさかの方ですからね。そうよ、ブレのないようにしっかりと。皆さんこのゲームわかります、あの昔1900、そう1900年なんかいつの時代、いつの時代、私が静かにしてもよしえです。よしえは分かった。パネルの扉という番組でやっていたあのアブ&チェンジというねコーナーのパロディをやらさせていただいてるんですけど、デブ&チェンジという、今日はあの YouTuber さんの収穫を破らせに来たというのが過言ではないという、はい、よしえです。はい、って感じでちょっとあのターゲットの方が来るのをちょっとお待ちしたいと思います。はい、ということで今日はなんと、どうも、クエサクです。よろしくお願いします。こちらこそです。相方のジンジンがちょっといないと思うんですけれども、はいはい、ちょっとすいません、よしえさんお願いします。よしえさん、こんにちは。なにこれ、こわっ、よしえです。なんですかこれ。で、あのよしえさん、なんでこの服を隠してるかというか、デブ&チェンジというのを今日はカズサキさんにちょっと挑戦していただこうと思います。あー、なるほどね。大丈夫、ちなみになんですけど、もしかしたら破れる可能性あるんですけど、大丈夫ですか。いや、いいんですか、それじゃないですか。見えてる、わかんなくなってくる。なんか人参見えましたけど。え、バレたら仕方がない。いきなりモード入るやん。それでは本日の私の私服を紹介させてもろて、もろて、もろて、綺麗に被ってましたよ。田中さんにバサあんたって言いながら、大丈夫？うわ、すごいな。ご存知だと思うんですけど、まあ、もちろん僕あのコーナーも僕が出てましたから。そうです、見てました。ほんまですか？私も見させてもらいました。おせちんことかすごいです。そう、和田子さん、和田子さんがおせちんこ。今日はね、もういろんな子が出ますので、いろんな子が出る、子が出るのでね、ちょっといろんな、ま、どういうこと、ごめんなさい、よしえ落ち着きますね。今回はこれ見ての通り、あのデブなんですよ。まだ言ってないからデブってことは、まあ秘密やから。それはデブ、いやいや、見たら分かるでしょ。ほんまですか。どう見てもデブやん、このおかしいやろ、この下っ腹。ここなんですか、この、立派ですね。すいません、よしえ気まずいです。今回はあの、うん、破れるリスクがあるっていう。そう、ペジャーさんとかこれ OK なんですか。ジャージ何着も持ってるんだ。あ、じゃあもう破らせていただきます。いやいや、急に破らせていただきます。おかしいやんか。でも、カジサクさんがあの、はい、ゲームに勝てば何もチェンジするんですね。そういうことなんですよ、はい、でも僕、動画見させていただきましたけども、はい、その時見た時に、よしみさんが結構下手くそやった。よしです。二人ともあの準備はよろしいですけど、何ですかそのポーズ。ほんまにどういうポーズ。ほんまにみんなやめてください。ほんまにあのちょっとルール説明をさせていただきます。はい、でルールはですね、あの何かお題を決めます。じゃあ例えばだるまやったらだるまのそのまから始まる言葉を
交互に言っていくという。何ですかだからそれ。いい加減にしていただいて。ね、よしき。よしおです。よしおです。よしお言うて。言いました、よしおって。いいえ、よしえです。で、どこまで話したか忘れましたわ、今。しっかりしなさい、ここにいたら。準備大丈夫ですか。行きましょうか。はい、お願いします。あー、よしえ、緊張してきたわ。ほんまに緊張してきた。よしえ、うっさ。じゃあ、よしえさん、あの、今日のテーマをお願いします。はい、私はよくゴリラと言われますので、ゴリラ。じゃあ、一つ目のテーマはゴリラでございます。ミュージックスタート。遅いねん、よしえ。なんでやねん。よし、来た。からお願いしますよ。3、2、せーの。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラッパ。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラクダ。ゴリラ、ゴリラ、ゴリライオン。ゴリラ、ゴリラ、ゴリランドセル。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ首。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラッシー。いや、ゴリラ、ゴリラスベリア。ゴリラ。ラスベリア。なんすか。ラスベリアって。今ラスベリアって。ラスベリアっていうのはオーストラリアの山奥に生息する花。はい、アウトです。なんであんたがアウトやねって。やったー。ちょっと俺のラッシーにやられましたね。本当にラッシーって何ですか。ラッシーはあります。もしかして口パクで教えました。教えてへんわ。ラスベリアってなんやもんね。ラスベリアだけは何。だってメモでいっぱいラーから始まるよ。疲れていないじゃん。すんません、なんか買ってもうた。じゃあちょっとあの気を取り直して。ほんまにし。2つ目のテーマをお願いいたします。はい、サムネでお願いします。いない。テーマはサムネでいきます。ミュージックスタート。サムネ、サムネ、サムネ。うん、そうか。サムネ、サムネ、サムネギ。サムネ、サムネ、サム猫じゃらし。なるほど。サムネ、サムネ、サムネイル。サムネ、サムネ、サムネッシー。あ、あ、サムネ、サムネ、サムネコロンダム。はい。これファーストシングルなんですけど。あ、ファーストシングルアウトです。残念ながら。何を交換されますか。このタンス臭いスカートと恥ずかしい。このカジサックパーカーをチェーンジ。うわ、腹立つわこれ。うわ、懐かしいわ、こんなんやったわ。はい、じゃあ着替えますか。はい、お願いします。いや、わざわざこうやって隠すやつも。いやー、マジでこれどう。そうそうそう、こんなんやったわ。これノリ起きれる。ノリです。ノリはノリやで。ようからお願いします。ようからお願いしますよ。あんたが気づかないと。難しいね、もう。よしノリエですって。誰やで、ほんまに。やばいなー。ノリエですっていうか。どうすんの。あ、それ首の上からかけていただいて、あの、かぶっていただいて。こう。あ、こういう。OK ですか。はい、はい、それではオープン。いや、もうこれ絶対伸びてますよ。押してんでアウトです。いや、すんパスパスですやん、これ。うわ、やだ。いけんの。いけました。あの、マジ閉まる。閉まる。はい。っていう感じでチェンジさせていただいたんですけど、はい、まだまだ続きます。うわー、ちょっと悔しかったな。はい、第3回戦のテーマお願いします。カジサックさんはどう見ても猿っぽいんで。お猿でいきます。猿か。お猿です。スタート。ルーですよ。お猿、お猿、お猿、ルーマニア。お猿、お猿、お猿、ルービックキューブ。お猿、お猿、お猿、ルービー。お猿、お猿、お猿、ルーレット。お猿、
もう完全に次僕ルール言おう思ってたんですよ。こうやって言い訳する人いるいるいる。うわ腹立つな。はい、それでは、吉江さん何をチェンジしますか。この苔色のエロワ生地のスカートとこのレンピが入ったジャージのズボンはチェーン。全然立ててないっすよ。チェーンジ出てないっすよ。学校でそうで、はい、あのあまり下半身見ないとかになっちめてもらってちょっとさんのパンティ緑のチェックです。めちゃめちゃ俺のは見るやんか。めちゃめちゃ俺のは見るやんか。すみません。吉江さんこれすごいっすね。よし、いけた、いけました。うわすごい。それではカーテンオープン。すごい、ちゃんと入ってる。パツツパツ、こうジャージってこんなの伸びんねや。すごいですね。ごめんなさい。よう入った、ピッチピチ。もう、入れさせてもらいます。カーン売ってますよ、マスク。何やこの家、あっちが。さっきから家だけ、家はあるなよ。せっかくならば、家事殿に。僕は決めていいんですか。じゃあ、お題はパパラピーズで。パパラピーズ、パパラピーズで。さあ、もう音楽行きましょう。はい、じゃあ、ズーから行くわ。すぐ行きください。行きますよ、ミュージックスタート。なんでこれパッて外れんねんこれ。まあまあ、これラストにしましょう。ラスト、もう次で、じゃあもう梶作さんが勝ったらもうこれで、はい、これ以上です。わかりました。はい、じゃあこれは行くしかないので。何でやねん。なった時に取るんや。なってんの。なんのなって言ってる俺も。すごい感じある。もうお互い様ですね、これはもう。ほんまね、みんなポンポン。あんたも、あんたも、あんたも。あんたもみんなポンポン。テーマはで、大阪のラジオでトミズのみんなソントンっていうラジオです。その話長いですか。もういい、もういいですか。ラスト、はい、テーマをお願いします。いやもうラストにふさわしい。えアイスで。ご飯食べに行った時、焼肉とか食べに行った時に締めようね。そうなんですよ。じゃあちゃんともうじゃあアイスでいきますよ。はい、じゃあ最後のテーマはアイスでいきます。はい、ミュージックスタート。サードシングルなアウトです。残念ながら聞いたことあるよこれ。なんで俺の味方するんですか。じゃあちょっと吉江さんラスト何を交換されますか。このうわそっちやな、ニジ T シャツとこのカジサック TV の T シャツを。カジサック TV なんて言うのかな。 TV はない。チェーン。貸してもらっていいですか。いやあ、ちょっとエッチ。うわ、すごいサイズやな、これは。吉江さん、めちゃめちゃ汗かいてますよ。よし、これ、びちゃびちゃじゃないかよ。どうしましょうか、これ。いけますか。はい、はい、それではカーテン、オープン。これはすごない。これはもう、あ、おばちゃん、人参ちょっと2つと、はい、じゃがいも1つと、じゃがいも1つな。まあまあカレーかな。もういいです。はい、もっと失礼じゃない。はい、っていう感じで最終形態こうなりました。ありがとうございます。ありがとうございました。難しいよ、もう。よかった、
今日ね、多分何回も何回も滑ってるけど、多くの達者な方にカバーしていただいても、いくら払えばいいかもう分かんないぐらい、もう、パン。